伊東温泉へ向かっております。ただいま西伊豆、南伊豆なのかな、雲見温泉という温泉地を出まして、伊東へ向かってる最中ですね。まだ朝10時前なので、ある程度観光をしてからまた温泉伊東に向かって、今回はですね、晩飯は外で食べますので、伊東の街を散策ですね、することになるかと思います。まず雲見温泉の近くにあるなんだっけな、波崎県だっけな、モンキービーチ、猿がいるところがありますので、そちらへ向かいます。では行ってきます。てい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 途中に棚田があったので寄りました。時間が早いとこういうところにも寄れるのいいですね。景色いいですよ。天気もいいよ。気持ちいいですね。これは棚田がね、分かりづらいですね。あそこにあるんですけど、分かります？棚田、少しあそこまでは行かなくていいのかな。この廃れた感じ。ここから少しうねってしばらく走るんで、あ、やばい、後ろ車来てた。行きます。ウェーまさかの休業中、イエーイ、行くとこなくなった。そのモンキービーチはおそらく休業中だけども、岬があるみたいなので、そこまでは行ってみようかなと思います。猿がね、途中にいたんですよ、前来た時。この看板怖いですよね。いましたよ、お猿さん。やっぱりいた。かわいいのかな。かわいいね。見てるこっちのことを。またいましたよ。こっち向いてくんないね。ちっちゃい猿かな。もう少し進みますか。着きましたね。いや、なんかね、臭いと思ったらもうその辺糞まみれだわ。やっぱりもうやってないみたいですね。足元気をつけないと。いやー、去年か一昨年か来た時はやってたんですけどね、ここ入ってみたいなと思ってたんだけど、残念。すごい、もうさびれちゃってる。デカめの猿がこちらへ向かって歩いてきてるんで、一応避難しておきますか。おそらくね、野生化してると思いますので。じゃあまたどっか行くか。びっくりしたー、びっくりしたよー。お猿さん、どうやって下ろそう。ゆっくり走るか。やばい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 、近い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 。やべえ、窓がどんどん汚されていく。雨降んないかな、今日は雨降ってほしいな。いやー、楽しかったですね。猿あんまりあんな間近で見ることもできないですしね。閉園、休業なのかな、休業中でも楽しめましたよ、あの道中は本当に。で、この後ですね、静岡で有名なわさび丼を食べに行くのですけれども、そちらはまた別の動画で、アップさせていただきますので、次のシーンはわさび丼を食べ終わった後のシーンからになります。ではわさび丼の僕たちへバトンタッチ。わさび丼いただきました。美味しかったですよ。これは本当美味しかったです。別の動画でね、アップする感じになると思いますけど、ただ行くの結構大変でしたね。雲見温泉からの方は、この後はですね伊東の方に向かいつつ、途中ね前に動画にしたことがあるんですけど、なんだっけな、怪しい少年少女博物館っていうところに行ってみようと思います。前回動画にしたのが幻博覧会っていう動画で76万回も再生されてるんですよね。それの兄弟というか姉妹の同じ系列なのかな、怪しい少年少女博物館というところに寄ってから伊東に向かいたいと思います。でその怪しい少年少女博物館もまた別の動画で後日アップするか、すでにアップされているかという形になりますので、よかったらそちらもご覧ください。では伊東へレッツゲイシュ。もうそろそろ幻博覧会の近くですね。これああここ通った懐かしい。やっぱり最近ね山梨ずーっと行ってましたけど、キャンプで、静岡もねドライブ楽しいですわ。これはほんまにすごい観光時間がたまりませんね。寄り道ばっかしちゃいそうになるけど、時間ないから急いでいかないと。では次のカットはおそらく、怪しい少年少女博物館に行った後のシーンからになると思いますので、はい、ではそちらまで飛ばしますね。はいはい、私はここよ、私の体。はい、怪しい少年少女博物館へ行ってきました。感想はそちらの動画で、言ってると思います。ではこの後伊東温泉に向かいますね。もう2時半なんで、このまんまチェックイン、あ、少し早いのか。買い物してですね、買い物してからホテルにチェックインですね。さあ幻博覧会見えますよ、そろそろ。お、人いる？セイラちゃんはいるかな。あ、お客さんが出てきましたね。やはり幻博覧会でかいわ。セイラちゃんは今日はいないのかな。でかい、ただただでかい。セブンで買い出ししてもうホテルですね。伊東の街着きました。あれ、なんかメインの道じゃないね、まだね。もうねホテルに着きますんでね、先にホテル入っちゃいますよ。で散策はもう過去にしたことあるんで、夜また改めてしたいと思います。はい、ホテルの駐車場に着きました。意外と入り組んだ道にありまして、ホテルの目の前に駐車場があるわけではなく、少し離れた場所に車を止めました。でおそらくまた10分近く、10分以上かな、動画撮っちゃってるんで、またここで、動画一旦切らせていただいて、後半戦へ行かせていただきます。後半戦はホテル内と伊東の街散策して、晩ご飯食べて温泉入って、次の日の朝迎えて、全てが終わるという感じの流れになりますので、概要欄からよかったら続きをご覧くださいませ。では一旦失礼しまーす。もうさ、本当にこれだから、平日の観光地の夜って危ないんですよね。飲食店が急に早く閉まったりだとか、